夏真っ盛りの昼日中、一人の緑子生まれたり。この物語は松山に生まれ道後温泉の仲居となりながらも故郷を離れ芸人となった一人の少女が、真面目な愛媛研究所編集長として改めてふるさとを取材し、愛媛の真面目な魅力とは何かを問うものである。お花半通りっていうのがね、まあ、大洲といえばみたいなところがありまして、1966年の朝ドラお花半という朝ドラの舞台になったところ。あ、それともう一つ、これはもう後々に言おうと思ったんですけど、お花半の次に、こちらの、お花半通りが有名になったのが東京ラブストーリー。覚えてる？ここ、子供時代の思い出話をしながら歩いた通り。ここで何かが行われたというよりは、思い出話をして、この風情のある街並みを2人が歩いたということで、幹事は小田裕二さんね、赤名里香さんは鈴木保奈美さん、三上健さん、これ、江口洋介さんで、関口さとみさんが、有森成美さん、有森成美さん、この4人が織りなす恋愛模様学で、月9、私第1回目の月9知ってます？第1回目の月9 のタイトルはアナウンサープッツ物語だったんですよ。それを皮切りに私はもう月9にハマって、そこから東京ラブストーリーを見て、もうそれ以降月9を見てないというあ、これ、このポストが、カンチが買ってきたジュースをリカが受け取った場所。リカはカンチに気づかれないように密かにカンチのマンション宛てに別れの手紙を投函してポスト。別れの手紙か。リカってそういうこと、あ、おらんかった。リカってそう、リカってそういうことするんですよね。好きなくせに別れよみたいな。で、なんで男が追っかけてしまうというね、あの手法な。小悪魔やわ。そうだそうだ。大津のこの辺りは富永昌栄堂のしぐれよがあるんですよ。もう富永昌栄堂のしぐれ、もう小さい頃から何それ食べたいって思ってたのを、本当去年初めて私食べたんですよ、富永昌栄堂のしぐれを。あのね、ウイローでもなく羊羹でもなく、その間のもちっとしたね、たまらないのよ。金つばのもっちり感、もっちりバージョンかな。富永一郎のこちらが富永昌栄堂のしぐれよ、行ってみたいと思います。おはようございます。あ、友近と申します。よろしくお願いします。ちょっと購入させてもらっていいですか？やっぱこの、まずノーマルなやつが大好き。これを、じゃあこれとこれとこれください。購入しますんで、富永昌栄堂にしぐれよっていうコマーシャルが大好きではい、マジですこれ、はい。明治8年創業か。もう昔からコマーシャル、愛媛の人たち全員知ってますよね、あのコマーシャル富永昌栄堂のしぐれよJAL のほら見て、ファーストクラスにも採用されてる。上質な味、うん、甘さ控えめでもっちりと食感が人気のお菓子、富永昌栄堂のしぐれですから、はい、あれの声の人はどなたですかね。富永昌栄堂のしぐれよの人ね本当にまた今やらせていただきたい、私のこの声で富永昌栄堂のしぐれよ。こういう壁がね、やっぱなかなか今ないでしょう。タイル、この色合いも、いやー穏やかな街ですね。さあ、ここほらほらほら、これがちょっと、じゃあここで先ほどの富永昌栄堂のしぐれを食べようかな。うわー、いいねー。
やばいぜこれがね、どんなお菓子なんだろうってもう本当に幼い頃から思ってて、去年初めて私食べたんじゃないかな。そう、去年初めて大洲にちょっとお仕事兼旅に来て、そこであ、富永翔平とのしぐれやと思って食べたん。本当に美味しいから、大自然の中でいただきます。小豆のなんていうのこの優しい甘さ。創業明治でしょ、そこからもう真面目にやっぱりお客様のことを考えて作ってきて、変わらぬこの優しい甘さ、これはやっぱりイライラしたりすると作れない味ですからね。まあ、もちろんイライラすることも日常あったと思いますけど、でもお客様の口に入ると思ったらやっぱり精神をまたこう統一させて、職人さんが美味しくもう時間をかけて作った味だなっていう、本当に真面目が根底にあるからこの味が出たんだなと思います。お客さんの口に入るって、それを自分で作るってやっぱちょっと普通で考えて私はもう怖くてねできないんだけど、でもやっぱりそういうお仕事されてる方って覚悟を決めてやられてるんだろうなと思う。これをこうして菓子袋こす。暴れる女っていう主演の映画を武監督に撮っていただいたんですけど、その映画で初めてタバコ吸ったんですよ。吸ったことなかったから、その吸う練習をして、で本番で後輩まで入れて、うわーって言って初めてやったの。まあ、その方がリアリティがあるからって言ってね、ここでフッてやったらあれやから。でもできた。むせんかった。多分シミュレーションしてるから、ペンコスとかこのカシコスで真面目に研究しましたから、タバコを吸う演技もできたんです。これもできたもんそう、友達のしのぶがもう本当にタバコ吸いならゆっこおでんの具どうする、ごぼ天と厚揚げと卵と春菊おいしいんでってしのぶがよう言ってたポプラインん、ポプラインク、インクか、インクの看板、この塩はあるよね、塩はあるよねあれこのマークってあれじゃない、フリーメイソンのえ、うわ、明治牛乳、このね牛乳箱見て、この辺りとかかわいいよ。佐藤製薬の佐藤子ちゃんも、なんでこんなにおしゃれなんやろ、昔の看板って色合いも。うわー、寒天地とかにびしソース、オロナミンはね有名、角井綿、なんなんやろっていう名前いっぱいある。こうデザインの勉強してる人とかって絶対いいよね。かわいいね。これが斬新じゃない、何にも書いてないという。学生服の観光かな、わからんね。楽しい。あ、精がつくパントジョいいね、こういうのあったんだね。あ、この車、うわこれそう、こういうところもあるというのをね、皆さんにぜひ知ってほしかったんですよ。ぜひお越しください。さあ、大洲のちょっと上に登ってきたんですけど、何があるかと申しますと、やこちら大洲城、大洲キャッスル。実は
こちらのお城で宿泊ができるんですよ。まあ、1階部分を使って寝室があったり、であちらの建物を使ってお食事を食べれたりと、そういうことができるみたいなんですよね。ホテルとして通常営業してるわけじゃないですよ。もうお城見学ができるようになってて、お隣のお客さんがいただけだけ中をそういう風に畳敷いてベッドを敷いてみたいな、そういうことになるみたいなんです。天守閣のこの1階部分でお泊まりができるということなんですよ。今はまだこのねお泊まりの状態じゃないですよ。お城を見学する方がいらっしゃるから、ここにこう畳を敷き詰めてお布団を敷いて、でこの高い天井を見ながら寝るというやつで、目覚めたらこの景色が見えるということなのよね。だからいろんなオプションがつくらしいですよ。甲冑を着れるとかそういうのもあるって言ってた。ここでお食事って言ってたかな。ここがお食事で、この上がちょっとラウンジっぽくなるって言ってましたよね。うわ、ええやん。ここにソファー置いてお酒飲めると。はあ、寝落ちあるね。これは寝落ちあるわ、ここでこうお酒は。ソファー置いてもうここにずっと降りたいね。基本はだから一泊、2名様で100万円ということらしいんですよ。でもえって言うと思いますけど、やっぱお城好きで歴史好きな方はいろんな体験できますから、そういうお殿様の気分になれるっていうことでしょ。こちらがお酒を飲むことができる和のこうバーというんでしょうか、ラウンジに様変わりでございます。すごいいい空間じゃない。お城ですよ、ここ素晴らしいじゃありませんか。いただきます。すごいですね。もうなという感じ。もうみんなこうしもじもを見て、ああ頑張ったなと。もうワインなんか毎日飲んでます。シャンパンも毎日飲んでます。もうこうやって私はすごいと。のどかな町に手作りのペットボトルのお花、そして錆びたガードレール、これがまたいいんですよ。その昔のものを大事にしている町というでしょうか。ちょっと見て、珍しいもの、ほら折り紙の自動販売機。へえ、昔もあったなんていう記憶はないんですよ。初めて見たんですよ。あ、やっぱお子さんが買いに来るから、これ見て、こうやってやってるわ。あ、唇いこう。あ、唇はこうパク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 ってするから、言った言わないが大問題ですよ。言った言わない問題ですよ。問題即解決。かわいい。金魚行こう。この折り紙の自動販売機っていう発想ね。これ頭のところ、え、ん、どこ？え、こう？そんなのないよ。これは難しいやろ。ちょっとお店の方に聞いてみようか。ねえ、スピークロック。こんにちは。お邪魔します。ちょっといいですか？どうぞ。これ今金魚を、はい、あの買ったんですけど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ膨らますのはちょっと難しいです。ねえ。これどこに息を吹きかけるのかなと思って今ちょっと待ってください。ちょっと苦戦してたんです。はい、本当はここから、うん、このお尻っぽも一緒にこう口はめてプッとしたらできるんですけど、はい、
こんな感じになります。あ、息をじゃあ吹きかける場所っていうのはここ。はい、そうです。これが一番難しいです。折り紙を自動販売機で売ろうと思ったのは、誰の発想だったんですか？ですね、あ、折り紙をしようと思ったのは私なんですけど、はい、でもやめよう思ってた時に、うん、もう電気も消して中身も抜いて、うん、今日からもう働きません言われた時に、うん、電気消してたら前の人が電気が消えて寂しいけん、うん、何でも入れて電気つけて言って、それであの折り紙はどうかなと思って。なるほど。私も知らなかったので、今回その真面目な愛媛研究所っていうその愛媛のお仕事で、はいはい、やっぱり今まで行ったことないとことかおすすめしたいスポットを探してる時にこういうのありますよって聞いて、はい、行きたいってやっぱすぐ思ってしまったので。 ありがとうございます、はい、あのじゃあ中の折り紙はもう全部お母さんがやれてやってるってことですよね。はい、はい、指が変形してしまいました。あれ作りすぎて、この10年でどんどんなんか変形してきて、お医者さんに行ったら曲がるとこまで曲がったら止まります言われました。もうだから本当に真面目にずっと皆さんのことを考えてやってくださってるから、この指にもそうのねもう出ちゃったんですけども、騙し舟ね、はい、ありましたね。騙し舟今ちょっと作っていいですか？いいですよ、どうぞ。騙し舟皆さん知ってます？そう、知らない人の方が多いのよ。だからこれも文化なんかな、愛媛だけ？今治造船が始めたこと？今治造船が仕掛けた遊び？これが騙し舟です。え？ちょっと斜めです。もう本当にこういうの私苦手。あれ？そうだ、お船。やりますか、騙し舟。ね、でそれをどうするんでしたっけ？ちょっと待って、見られないようにしなくて。これをどうするんですか？できたこれが騙し舟。これ船ね、船の部分と、ね、これ帆の部分で、これ本体のとこね。誰か犠牲者そう、じゃこの帆の部分ちょっと掴んでください。はい、目をつむってください。開けちゃダメですよ。開けます。帆の部分持ってくださいって言ったでしょ。見上げていいですか？はい。ちょっとここ持ってくださいって言ったのに、これをもう本当に小さい頃よくやってた。大成功。何これ。ああ、なんか朝顔とかもなんか思い出してきた。で尻尾持ちます。はい。でゆっくり後ろに。いや。後ろに、すごい知らんかった。こんな簡単でしょ。いやちょっと難しかったけど、でも何回かしたら覚えれるかな。ありがとうございました。うわー、よう回りよるよ。あー、よう回りよる。もう始まってますよ。いいですね。マイナスダイエー、いや、イオンが出ているこの空気のいいところ、うちこのオーベルジュさん、よろしくお願いします。今日はお願いします。お部屋をじゃあまずご案内していただけるということで、はい、かしこまりました。お願いします。こちらでございます。はい、お足元お気をつけてください。はい、気持ちいいわ。じゃあお部屋とお部屋の感覚も結構離れてるってことですか、別の方との。ね、じゃ上の4棟はこちらに4つございますけれども、はい、一つ一つビラタイプになってございますので、はい、プライベート空間でございます。こちら本日山桜のお部屋をご紹介させていただきます。まずは山桜。足だよ足。あらららら、これ全面にガラス張りのお風呂が、ありゃ贅沢なこれ空間、すごい広いよ。あ、温泉、あ、そう、温泉って言ってたよ、部屋のお風呂も。ここも開くようになってるやん。うわ、露天風呂ということで楽しめるんだ。ねえ、すぐ座って遠く見るから。うわー、あら、なんかいいわね、この和室なんだけど洋室っていう感じ。
わ。はい、ぐーよろしおすな。素敵ステーキ、ステーキ全部やね。これが我がふるさと愛媛にあるんですよ。こんな立派なオーベルジュが。涼しい、すごい涼しい、気持ちいい。あ、すごい角度ぴったり、リラックスできる。緑がやっぱ目にいいよね。都会じゃないこの田舎の良さを存分に味わえる。田舎って言ってしまっていいんですよ。やっぱ田舎って聞くとちょっと悪口って思う人いるかもしれないけど、田舎っていい言葉やと思うな。梅のお部屋でございます、はい、梅、はい、梅さん朝ドラで梅さんの役をやってましたから。あ、またいいですね、明るい。あ、暖炉、悲しみを暖炉での暖炉です。うわー、いいなー、ここめちゃくちゃいい。はぁ、はぁ、こうやな。はぁ、よし、ちょっとどうなってんねん、ここは。他の部屋が隠れ部屋になってるぞ。よし、とことん開けてやるんだぞ私は。ここにいるのは分かってる。ほら、おった。はあ、ここはヒノキですか。私ヒノキ風呂が好きだからすごくこの部屋いいなと思うけど、さっきの部屋は窓を開けれたからね。お風呂入りながら露天風呂、半露天風呂も味わえる。どっちがいいかよ。障子が閉まってる部屋を開けるぞ。よし、うー、またわしに囲まれた素晴らしいお部屋。あ、な、ベッドの後ろにもう手洗うとこある。うぃ、明るい、外は見える。うー、なんなん、ハンガー。こんなん、こんな服一つとってもさ、部屋着の。これかわいらしい、ちゃんちゃんこね。これ、こういう消臭剤のやつも、これおしゃれ、見て。あん、あ、あん時のヒノキや、書いてるよ、ダジャレのやつや。と思ってここ、これや、ここ、こうしてもう外見ながら出筆活動や。ここでまた四国のことを勉強して、あー、ここに次行こうってなるわけ。もう四国からね、離れられなくなる、こんなことしてたら。本当になんでこんなに面白いずっと美味しいやつ。おソースも美味しいのよ。愛媛はお醤油も美味しいでしょ。だからビーツとこのお醤油のこの組み合わせ、最高に美味しいです。うん、すごいね、このレベルのものが何品か出てくるってことでしょ。全国的に見てもすごくレベルの高いオーベルジュだと思いますよ。もう全部食べたわけじゃないけれども、でもこの雰囲気とか、あの部屋とか、この料理
総合的に見てもすごいんじゃないですか。旅のプロの人が来ても絶対そう言うと思う。全部食べようかどうか迷ってんのよ。食べたいけど、この後芋炊きもあるからね。今から愛媛名物芋炊きを作ります。まあコロナじゃなかったらね、河川敷っていうのそこに、ござみたいなの引いて、でそういう、まあ、秋の風物詩になってるんですよね。外でやっぱ鍋を囲むっていうのは開放的になるし、ちょっと肌寒い時にあったかいもの食べるとね、温まりますから。ではもう里芋ね、見てこれ里芋でしょ。で、まあ、ごぼうもあります。椎茸、こんにゃく、厚揚げ、人参で、鶏肉で、これ松山揚げ、美味しいやつね、おすすめの。これももう後乗せでもシュワシュワいけるやつで、芋炊きのだしスープ、これでいただきたいと思います。椎茸はだしも出るし美味しいよね。本当に椎茸好きよ。うわ、しっかりしてるね。ちくわ、ちくわもやっぱ練り製品のね、王国ですから。愛媛は魚肉ソーセージの発祥地。私はだからライブとかの差し入れでちくわとかもらう運が嬉しいなって思うから、人にもちくわを差し入れするんですよ。何より75人やったらもうちょっといるか。75人分ですからね、ちょっとあれですよ。ね、これ丸いこんにゃく最高やないね。えどっから切ったろうかと思うよね。これ家庭によってもなんかちゃうんよね、入れるもんが。たっぷりももだね。 OK。はい、芋炊きストレートだしというのがもう出ております。ごんぼう入れるよ。人参はちょっと硬いからな。里芋ちゃん美味しそう。めちゃくちゃいい匂いしてる。美味しそうやな。お待たせでございました。出来上がりました。芋炊き、これが芋炊きですよ。美味しそう。ちょっとすくってみるよ。うわ、ほら、たっぷり。この里芋がうまいのよ。あ、松山揚げもね、こう最後に入りましたから、じゃあこれ食べましょうか。あ、もう結局入れよう。うわ、重た、重た、熱っ。はい、はい、あーよかった。芋炊きがもうね、中止になってるからもう食べれないと思ったんですけど、食べれますよ、しかも外でね。ではちょっと急にお刺身も現れましたけどもね、これはこちらの酪農研究所の菊池様の奥様のお父様が新鮮なお魚を用意してくださいました。お刺身という状態で、ではいただきます。あ、これですよ。やっぱごぼういいね、出てますね。これが芋炊きのお芋です。とろっとろ、ご飯にもお酒にも合うってやつやね。鶏肉がこの出汁に合う。こんにゃくは弾力で美味しい。椎茸の旨味も出汁に出てる。
このエモタケの出汁に合わないものってあんのかな。全部お野菜が美味しくなる食べ物も、おかずとしても食べれるからこう鍋の部類っていうのにあんまり入らないのかな。いや、鍋とおかずの間って感じ。愛媛は甘いもの文化ってね、よく言うと思うんですけど、甘いの、そうそう、甘いのよ鍋が。甘い鍋ってって思うでしょ。食べてみてください。さあ、芋たけをもう腹パンパンに食べましたんで、でもその後やっぱり締めは食べちゃうし入るんですよ。芋たけに合うお出汁でスープで食べる締めはこちら、ホルモンうどんということで、でしょ。実は私もこの食べ方初めてなんですよ。でもいろいろ聞くとこれが合うんじゃないかということでね。せやけどちょっと鶏も入れたりしてね。まだこれいただきましょうか。ちょっと料理番組みたいにあちらに、はい、ホルモンうどんです。いただきます。またこのもつもプリプリで美味しい。あー、ホルモンが合うの分かりますよ。甘いだしにやっぱホルモンって合うのか。今日うどんで始まり、うどんで締めてるわ。朝 JR 駅でね、じゃこ天うどん食べて、予定になかったんですが、やっぱあのだしの匂いに誘われて、で与那田のとこで与那田物語でまた朝食もいただいて、でうちこで美味しいランチもいただいて、その後何か食べた？あ、私お肉をいただいたわ。あ、その前に富永松栄堂のしぐれよもいただきました。あれも美味しかったのよ。腹パンパンでも入るんですよ。明日はもうお茶漬けだけ。